それでは、系統樹の発展的な話を見ていきましょう。生物が進化してきた道筋、さらには、それによって示される生物間の類縁関係は、系統と呼ばれます。そしてそれを樹木の形のように表現したものを、系統樹と言います。系統樹を作成する方法には、実際には様々な方法があります。今日は、その中の一つを紹介します。可能な系統樹のうち、 変化の回数が最も少なくなる系統字を選択する方法を再節約法と言います。この方法の背景にあるのは、シンプルに考えて説明がつくんだったら、なるべくシンプルに考えた方が良いだろうという考え方です。例えば、種丸1から03とその祖先種の DNA の塩基配列のある位置の塩基が表のようになっていたものとします。 祖先種の延期が A なんだから多分この種丸1とか丸2は延期が痴漢したんだろうって考えることができるよね。進化の道筋の中で A だった延期が C になったんだね。たったこれだけの情報からでも様々な系統樹を考えることができます。図の赤い矢印は延期が変化しちゃったタイミングを表しています。みんなの頭にまず浮かぶのは 一番上の黄色い枠で囲まれた系統樹じゃないかな。みんなは無意識に再節約法を行っているんだ。確かに、下の二つの系統樹のように、変化は二回起こったのかもしれない。その可能性もある。だけど、やっぱり、種、丸一と丸二の根元で、ただ一回変化が起こったって考える方がシンプルだ。そのような場合に、一番シンプルなものを選択しましょう。今回で言うと、 上の系統樹を選択しましょうというのが再節約法です。変化は2回起こったのかもしれない。だけど、1回の変化で説明がつくんだったら、そっちを採用しましょうという方法だ。次に、単系統群と側系統群について説明します。ある一つの共通祖先と、それから派生した種のすべてを含むようなグループを単系統群と言います。一方、 単系統群から一つ、または複数の単系統群を除いて構成されるようなグループを即系統群と言います。単系統群の簡単な見分け方も紹介しておきます。単系統群のまとまりは、一回系統樹にハサミを入れるだけで切り落とすことができます。即系統群の場合は、一回ハサミを入れただけでは切り落とすことができません。 確かに今回の例で言うと、2回ハサミを入れないと、この青で囲まれたグループを切り出すことはできないよね。ではお疲れ様でした。系統樹に関する少し発展的な話でした。